警察によりますと、午前0時ごろ、帰宅大曽根1丁目で仕事から帰宅途中だった76歳の女性が、自転車に乗った男に追い抜きざまに黒い長財布などが入ったハンドバッグをひったくられました。女性に怪我はありませんでしたが、財布には現金5000円ほどが入っていたということです。男は20代くらいで、身長は170センチくらいの中肉で、 黒っぽい自転車に乗っていたということで警察が行方を追っています。